さあ始まりました、白金台女子ゴルフ部。今日はベルセルバカントリークラブの市原コースさんにお邪魔しております。そしてですね、今日の企画は私めちゃくちゃ楽しみにしていた企画です。ということで早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。スズランゴルフチャンネルの山内スズランさんです。はい、よろしくお願いします。あなたのハートにカップイン。かわいい。一緒にやっちゃった今。やってくれるの？一緒にやっちゃった。優しい。めっちゃ YouTube 見てます。ありがとうございます。嬉しい、本当に。今回、はい、コラボお願いして、うん、そう実現したんですけどね、ちょっと雨という感じで、ね、そうなんですよ。ここ地元市原なんで、うん、ちょっと止んでくれるかなと思ってたんですけど ね、もうちょっと止んでほしい。ちょっと市原市の力が足りなかったんですよ。私の力が足りなかったみたいですね。スズランゴルフチャンネルの方では1ホール目から3ホール目を放送しています。はい、白金台女子ゴルフ部のチャンネルでは4、5、6かな、うん、交互でお送りしてますので、はい、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。今回ポイント制で戦っているんですけれども、うん、はい、パーが1点、バーディーが2点、イーグル以上が5点、ボギー以上が0点です。そう、点数がつかないから、うん、3ホール終わって今みなみちゃんが2点リード、はい、ナイスパーでした。ありがとうございます。果敢に攻めていくしかないんだなっていうのが、うんうんうん、パーを狙いつつバーディーを目指すという、うん、そうですね、形で今からやっていきます。今からやっていきましょう。、はい、323のミドルホール行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。大丈夫と思います。バンカー先ぐらいラフで止まってそうな感じがする、うん、ラフ深いから止まってると思う。前半はスズランゴルフチャンネルの方でやったんですけど、うん、もう私圧倒されすぎて多分あんま喋ってないかも。確かになんか自分の多分ご自身のチャンネルだと結構喋ってるイメージあったから。あ、そう、めっちゃ喋ります。そうだよね。いや本当にもうオーラが素敵すぎて。やめてよ。本当に本当に何も出てこないわよ。幸せ今日。でもなんか白金台女子ゴルフ部に出演してるのすごく嬉しいです。私本当ですか。だってもう超有名じゃん。超有名に、もっと有名になれるように頑張ります。めっちゃ有名だよ、みんな知ってるもん。出る。いやあなるよ。だってめっちゃ降ってるもん。コンディション厳しい。やばい。完全に雨ゴルフ慣れてないっすね私。ちょっと振り急いじゃう。乗ってそう。雨ゴルフもっとやっとけよかった。初めてですか？あんまりないですね。手がこんなに滑るんだね。そう、超滑ります。めっちゃ滑る。そうだよ、プロは雨でも試合するんだから。グリップ変えたりしますか？しない。しない。変えた方がいいかも。オッケー。プロとか2、3ヶ月で1回変えるんです。マジ？やばいよこれ。超使ってる。ツルツル。やばいやばい。グリップ変えとく始めよう。そうだね、パーを頑張ろう。いや嫌なんだよ雨の日のバンカー。あんな右向いてた。向いてはないですけどね、ベース面かな。出方的には良かったです。打ち方、出方、打ち方すごいね。なんかちょっとした山の上にカップは切られてる。下って登って半分だけで。いや風も出てきました、うん、寒いです。実況解説。解説もうちょっと外してもパー取らないといいんじゃないから下がりすぎます。あ、切れた。ナイストライです。
とどめですね、とどめ。とどめを。刺してください。ゴルフぐらいでしか勝てないです。これを入れると、みなみちゃんが3点リードになるので、なかなかやばいです。めちゃくちゃ近くない？画面に耐えられる顔なのかと思って無限まで使い合ってます。めちゃ近い。かわいすぎ。私あれやったら事故だよ、事故。近づきすぎちゃう、人に。この辺に変わりましょう。さっきのマイクにゴン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 当たる。さあ行きますか。あ、行きましょう。5番ホール369ヤード、うん、です。パフォーだね。パフォー楽しいね。なんか雨も気にならなくなってきた。パー以下はスコアじゃないもんね。もうポイント制だからスコアどうでもいいかも。パーを取らないと意味がないから、いつもさベストスコアを出すって思ってやってるのにさ、ポイント制にするとまた違うね、攻め方が。いや、ここのホール、ティーグラウンド難しいね。左は絶対ダメじゃないですか。そうね、セカンド狙えないもんね。同じじゃない？同じじゃない？同じ。ごめんなさい、私が打ったから。いや、私、あ、出てきた。あんま飛んでないから出てきた。一緒に行こっか。一緒に行きましょう。同じものだしね。スーランちゃんが、うん、ゴルフブランド、ゴルラン。あ、ありがとう。やって、やっているって言ったっけ。 やってる、うん、やってる、やってる。で、そう、メイン、イメージカラーがゴルランブルー。そうなのよ、これ、これ。そう、ゴルランブルー、うん、さっきね、なんでブルーなんですかって聞いたら、めっちゃ素敵な答えをしてくださって。ありがとうございます。なんでブルーなんですか。ゴルフっていい時もあれば調子の悪い時もあるじゃないですか、うん、なんで目から入るその色で心理的なものなんですけど、すごい元気になれるんだって、うん、この色が。だから私は常に元気っていうのをこう、なんだろう、テーマにしてるから、ゴルランブルーっていうのをテーマにブランドやってます。素敵じゃないですか。私普通に青が好きだからかと思ったんですよ。青も好きだよ。そう、だから今日はね、ブルーを意識してきました。そう、意識してくれたんだって。優しいところにソーヤードスを教えてくれた。ありがとう。ありがとう。うわー、どうしよう。キノコの真上、アイアンの方が良かったかな。アントがなきゃいけない。3打目勝負ってことで、5番ウッドなんですよ、持ってんのが。引っ掛けやすいと思う。右目で行きます。うわー、なるよな。いや、でもナイスナイス、いい転がってます。このラインの悪さでいいとこ。よくそこでウッド打てましたね。いや、ちょっとね、攻めないといけないと思って。ねえねえ、やばくない？やばくない？やばい、かわいそう。出すだけ出します。ナイスです。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。全体的に長いですね。長いね。女子の試合ぐらいあるんじゃないかな。厳しいですね、コンディションといい、コースといい、ね、なかなかパーが取れないけど。厳しい。こんな中アイドルの方にゴルフをさせてるのがちょっと私は心痛いです。このコース選んだ南さんですか。なんか来たことあるらしくて、すずらんさんの、ね、グリッチカップっていうので、すずらんさんここで出てて、あ、私も出るんですよ、グリッチカップ。実はそうなんですか。そう、皆さん楽しみにしててね、 YouTube 出すんで。今日は練習ラウンドみたいなもんですね、ある意味。あ、怪獣は違うの。あ、怪獣違う。7ですか。8ですって。あ、138。130を8。そうそう、ごめんごめんごめん。130を8。はい、難しいね、数字。ありがとうございます。ナイスです。ありがとう。すごいよ、ワンピンぐらい。やばいやばい。で、
イスラムミス許されないよ、これ。これ入れなきゃ意味ないでしょ。そう、やばいじゃん。入れるこれを入れると、なってません。やばいやばい、もうパーの夢はなくなってしまったので。この雨の中すごいですね、本当に尊敬するわ。これすごくない？こちらで右のもうつま先下りでライも悪かったのに。惜しい、切れたね。切れました。お先です。はい、ナイスインですよ。てか3段目すごない？ねえ、プロかと思った。すごかった、めちゃくちゃいいショット見せてもらって幸せだわ。目標ですね、私の。3ホール347ヤード、パー4フェイク。これぐらいの距離だったらまだいいですよ。そうだね、気が楽。まだ、はい、350ポット、ちょっと力入るよね。はい、ドライバー何ヤードぐらい飛びますか？でもちゃんとミートすれば230ぐらいじゃないですか。うん、そうですよね、いってると思うな。ちょっとここ2ホールヒール気味ですね。ちょっと自分のゴルフをしないと。パー取れてないから、ちょっと本当に取らないとまずい。ふわふわしてます、なんか地に足ついてないというか、来てはいるんですよ。でかかったよ、いいショットしたのに。もうやだ、なんでどうしたの？雨だと思ったのに。言い方がフライヤーっぽい。ちょっとこぼれたところで止まってますよね、きっとね。よし、寄せ番だ。前向き前向き。相当難しいですね、ここからのセカンド。これさ、なんでここだけ長いの？これなんでテイクバックの時だけ長いの？長めのクラブで転がす。お、思ったよりダメだった。ちょっとすごないここの。すごいですよね。なんかね、フェイクバックするところのここだけ長いんです。あ、やさ、当たってたの？モサモサってしてたでしょ。気になる、気になるよ。65ラフ、長め。こういう時迷うんだよね。52か58か。52だとでかいじゃん、どう考えても。でもこのラフで下抜けちゃうんですか？そう、下抜ける。52ですか、じゃあ。うん、52のハーフショットで。いいじゃないですか。うまくない？ナイスです。うまくない今。ナイス、うまっ。なんか友達にみなみちゃんの強みってどこって聞いた時にグリーン周りって言ってて、めっちゃうまいんだって。100ヤード圏内、本当にうまい。超勉強になるね。うまいな。何？じゃあ早くしてください。飛びすぎちゃったけど、まあいいとこ。ありがとう。やっとパーパットが打てる。嬉しい。惜しい。入れた。フックしたの最後。フックしました。これは入れないと。よろしくお願いします。泣きそう。初感が
寝てたみたい。おはようおはよう、みんなおはよう。オープニング撮り直します。もうあの元気さは今出ない。もう出ない。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラム、ツイッターをやっています。皆さんぜひチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。